はい、今日はギターから入ってみました。そう、ちょっとずつね、もうあの楽器を触っていこうって昨日ね、そんな話をしたんだけど、秋は、僕はピアノも頑張って練習をしようと思っておりますし、ギターもちゃんと弾こうかなというふうに思っております。ちょっと秋は音楽をやりたいと勝手に思っておりますが、さあどうなのかなという感じです。さあカズラジバージョン、はい、皆様こんばんは、カズラジでございます。もう日付は土曜日に変わっております。まあ皆さんもね、ほとんどの方は金曜深夜というよりも土曜の朝、もしくは土曜の昼間、お聞きくださっているものと思われますがね、世間お盆休みですよ今ね。なんかこう本当休日っていう感じの方々が、街には多くいらっしゃいますね。チョビ五一さん、おはようございます。朝聞いてくださったんだね。大前さんのピアノの音色久しぶりですね。そう、昨日久しぶりに弾きましたもんね。もっと長く拝聴したいと毎回思っています。君に聞かせる腕はないっていうやつですね。もしもピアノが弾けたならという歌の一節、悪友さんの詩ですね、確かね。この先ピアノの練習もされるということで、いよいよトークライブ開催と勘ぐってしまいましたが、いずれにしましても大前さんのギターとピアノの弾き語りをライブで拝聴拝見できる日が来ればと、とっても嬉しいです。そう、頑張るよね。これはそう簡単には実現できない。まあやろうと思えばできるんだろうけどね。頑張ってどっかで実現させますよ。やろうと思えばできるんだよ。まあ、規模の問題でね、もうこじんまりやろうと思えば明日でもできますけどもね、きっと。はい、そんな感じでございます。ありがとうございます。その時来てね、本当に頼むよみんな。さて、お盆休みは13日から4日間ですが、ということは、あ、この土曜日からということね。家の用事が多すぎて考えただけですでに疲労。考えただけで疲れちゃうね。しかしながら休みのない方もいらっしゃいますし、贅沢言わずに有効活用していこうと思っていますということ。そうか、お盆休みで例えば帰省される方とかね、お墓参りに行かれる方っていろいろあると思うんだけどもね、家の仕事がいっぱいあるっていうのも大変だね。ありがとうございます。ジェンナリーノさんは、夜に聴くピアノ良いですね。おこがましいのをご承知で申し上げますが、僕はザ・ポリス並びにスティングの曲が大好きでございまして、 Shape of My Heart など何でも構いませんので、お気に召される曲がありましたらリストに加えていただけたら、これほど嬉しいことはございませんという、弾けそうなやつを探してみます。ありがとうございました。それからですね、谷健さんですが、通勤電車の中で配置をしております。昨日から連休に入った人が多いのか、人がとても少ないです。本当通勤電車の人混みの加減で分かるよね。あ、世間は休みなんだっていうのがね、それは言えるな。そんな私は土日を含めて16日まで急遽出勤になりました。お盆休みが遠いということは、大変でね、土日でしょ、で月曜日が15日でしょ、火曜日16日か。頑張ってください。はい、この暑さで野球は危険すぎです。そうだよね。時間をずらすなどの検討は本当にしてほしいですね、ということですね。はい、さらに暑くなるであろう、10年後も同じ時間に甲子園で野球をしているのかどうかとても気になりますという。年々暑くなってるからね、10年後の夏ってどんな感じなんでしょうか。それからですね、琉球の鬼たちさんは、お盆休みに入りました。あ、塾も休みかい、夏期講習もあります、忙しい時ですよね。夏を制する者は受験を制する、なんて聞いたことがありますが、秋の目標いいですね、何を目指すねんとおっしゃいますが、私も秋の目標を作ろうと思いました。何がいいかな、ちょっと運動してみようかな、読書はしたいな、などと思っております。いいじゃないですか。少し前に体調を崩して体重が減ってしまったので、体重を増やすことも必要です。
ひたすら食ってください。大丈夫ですよ。太るのは簡単だよ、きっと。と思うんだけどな。それから、牛子さんは、世の中は山の日からお盆休みに突入ムード。山の日ができたら川の日できるよ、森の日もとおっしゃっていましたが、昨日僕が勝手に言っておりますが、知らん間にさ、ね、海の日もできれば山の日もできてるんだったら、そのうち川も湖も空も森も林も何でもできるよ、きっと。というね、なんとかの日ですよ。それが休みになる日も遠くはないよ、きっと。仮にできるとするならば、休日のない6月でお願いしたいところです。6月って祝祭日がないもんね。6月は30日しかありませんが、祝日がないせいで、異様に長く感じてしまうのは私だけでしょうか。そうかな。僕は誕生月でもあるんだけども、あっという間に終わるような気がするけどな、6月ね。なんか梅雨時なんでね、6月っていうのは。はい。で、まあ僕にとってはその6月っていうのは、まあ7月忙しくなるじゃないですか。だから、まあ、忙しくなるまでの準備期間なんで、僕にとって6月はね。だから、割とあっという間に過ぎちゃうんだね。はい。なんならお盆休みや年末年始休みのある1月8月は祝日とかなくてもいいのになんて思ったりします。そうだね、それは言えてるよね。牛子は港湾関係の仕事についていて、ああそうなんだ。外国からの船の出港スケジュールに振り回される生活なのですが、あそうだね、お盆は外国には全く関係がないので普通に出勤です。お疲れ様でございます。周りが休暇取ったりのお盆なので、私も休みたい休みたい、お早起きしたいです、寝坊したいです。わかるわ、僕も今何がしたいかって寝たいね。今日ももう30分ほどソファーで寝てましたもん、昼間。そんな感じでございますね。まあ、僕も仕事柄ね、お盆休みとかいただいたことがないです。昔から放送局にいる頃からそうですけどもね。球団関係の仕事も自分で仕事してからも全くないね。ありがとうございます。お盆休みね。はい。それからですね、ユミさん、いつもありがとう。尼崎から中継なんですね。17日こそ会えますようにって、球場ね、すれ違いますよ、きっと。ピアノの勉強もされるんですか？すごい。いや、すごくないんですよ。その、かじるだけだからさ。まあでも音が身近にある生活っていいじゃない。楽器が近くにあって何かあったらちょっとこう鳴らせる生活って良くないね。僕はだからギターも鳴らすし、ピアノも鳴らすんだけども、ちょっとピアノのレパートリーを増やしたいなと思う、今日この頃でございました。秋はちょっと頑張ってピアノ練習しようかなと思っております。毎日5分でも練習というのはよく言われてきました。そうでしょう。本当にその少しの差が上達するしないに関係してくると思います。そうなんだよ。私もシーズンが終わったら野球のように没頭できることを見つけないとです。由美さんも野球に没頭してるよね。まあでもまあいいじゃん。また音楽やったらエレクトーン極めるとかさ、もう一回やって、でまたいろいろ教えて、お願いします。ありがとうございました。ねえ、いいよね。それからですね、これはですね、坂井戸さんは高校野球の話題ね。僕が仮に高校球児なら、If I were a girl ってですね、もし私が、女の子だったら、ね、家庭法過去という、文法を習いましたね。仮に僕が高校球児なら、いくら聖地であっても劣悪な環境でベストパフォーマンスが発揮できないのであれば、より発揮できる場所でプレーしたいと思います。うん、まあそういう考え方もあるし、パフォーマンスもそうだし、僕が一番心配したのは健康上の問題ですね。この暑さの中でという。外で運動しちゃいけない、外出は控えなさい、熱中症アラートとか言ってるくせにさ、教育の一環である、ね、高校野球が、この劣悪な環境の中で野球やっていいのかいと思うわけですよ。まあそんな感じかな。フグさんは、
体調が良くなりましたら良かったです、今年は去年に比べて、長くオフがありますと。去年はね、12月の手前まで、野球やってましたもんね。ちょっと今年一月ほど長いよね、オフがね。今我慢してることをやっていただけたら私も嬉しく思いますと。まあ、我慢はそれをしてないんだよ。ただ時間がないだけの話でね。時間ができれば、でも時間ができればできたでまた怠けるんだろうな、人間と思って。それだったら、楽器でも一生懸命やろうかなと思ってるお前でございますよ。幸い楽器だったら周りにギターもゴロゴロといっぱい転がってますし、本当にもう、本当転がってるという表現が正しい、状況。今、この部屋に立って、出ているのは2本なんだけども、ギターケースがもう転がってますから、もう別の部屋では、はい、でピアノもね、ありますから、まあ、電子ピアノですけども、ね、あるんで音が鳴るんでね、だから、まあ、そういうものが近くにあるんでちょっとそれを練習しようかなと思うわけよ、ね、でちょっとなんか何ライブハウスとかに行って、歌も歌いたいなと勝手に思ってる大前でございますが、そんな感じかな。私も高校野球、フグさんね、は真夏で甲子園でやる必要があるのかと思います。高野連はもっと、柔らかく考えてほしいと思います。そうね、まあ、難しい問題なんだけどもね、これはね、聖地なんでね、聖地をあえて外して野球やる意味があるのかって言われたら、もうそこまでなんだけどもね、ただまあ、その夏、この夏の暑い時に、あえてどうなのという感じはありますよね。また、高校のスポーツには、高体連、全国高等学校体育連盟と、高野連、全国高校野球連盟、高体連と高野連と別々の組織なんでね。はい、高体連は高体連で、夏のインターハイ、これも皆さん先生大変なんだ、もう高野連の先生も大変なんですよ、本当にもう皆さんね、まあ、それよく分かってるんでね、みんなも大変だと思うんで、うん、まあ、難しい問題ではあります。てなことで、まあちょっと音楽のことをね、音楽をちょっと秋にやろうと思うんで、由美さんまた音楽の話を教えて、そうね、何エレクトーンの話でもいいし、また教えてください。皆さんもなんか気に入った曲であるとか、なんか教えて、また音楽の話しましょう。今回も最後までご視聴本当ありがとうございました。世間お盆休みです。お盆皆さん何します？もうね、まあ帰省する方もいらっしゃるだろうし、お墓参りって方もいらっしゃるしね、どうなんだろうね。佐賀のりさんもね、いただいてるのは、お盆の過ごし方は本来はお盆前や期間中にお墓参りに行けばいいのでしょうが、コロナがこれだけ増えてしまうと車で4時間ほどかかるところにあるのでお墓か、ご先祖様には申し訳ないのですが時期を大きくずらそうと思っています。それでも全然大丈夫だと思いますよ。ご先祖様お盆に来なきゃとかっていう方はいらっしゃらないと思います。世の中が世の中でございますからね、ありがとうございます。というわけで、皆さんも思い思いのお休みの方、ね、ゆっくりお過ごしください。そして牛子さんのように仕事って方もいらっしゃる、僕も仕事ですから、お盆休みなんてもうかけらもございません。頑張って、仕事したいと思います。明日も僕は、ファームの試合の中継をする、まあ明日っていうかもう今日なんだけどもね、土曜日ナイトゲームです。じゃあまた、明晩、また、これ収録しますんでよろしくお願いします。じゃあまたね、おやすみなさい。